初期の TN 液晶をねじれネマティック液晶を略して TN 液晶は液晶パネルの駆動方式による分類である。なお、駆動とはドットやセグメントを点灯、消灯することである。左、電圧オフ、点灯右、電圧オン、消灯をまず2枚の変光板を90度ずらして対面させる。光はこれを通過できない。次に、変光板の間を ネマティック液晶で満たす。変更板に接する部分では、廃光処理により、液晶分子の向きを変更板の向きに一致させる。つまり、両端で90度ずらす。すると、分子が同じ向きになるというネマティック液晶の性質により、2枚の変更板のまで分子の向きが連続的に変化する。両端では90度ずれているので、 少しずつ一方向に回転しながら90度ずれることになる。このような構造はカイラルであるという。カイラルが液晶を通過する光は、その回転に沿って変更の向きが回転する。こうして変更が回転した光は、2枚の90度ずれた変更板を通過できる。これが電圧オフの状態である。電圧を変更板に垂直方向にかけると、 液晶はその向きに配光し、カイラリティは失われる。変更を回転させる効果もなくなり、光は通過できない。つまり、TN 液晶では、電圧がオンの時消灯、オフの時点灯である。液晶パネルに使われる主要な駆動方式には、TN、バ、a IPS がある。これらの間で比較した TN の特徴は次の通り。TN 方式は、 16型から24型の小型液晶テレビで使われることがある。それ以上の大きさになると正面から見た時ですら画面の中央と端で色味が違う状態になるので良くない。変更の回転を90度より大きくした液晶駆動方式を超ねじれ、ネマティックという。液晶にはネマティック液晶とコレステリック液晶を混ぜたカイラルネマティック液晶を使う。 ありがとうございます。